スズキ GSX-R750、GSX-R750、GSX-R750 GS GS は、スズキが製造しているスーパースポーツタイプのオートバイである。GSX-R シリーズとして、GSX-R400 に続き1985年から発売されている。1985年に発売されたモデルは、揺れエンジニア、 アルミダブルクレードルフレームを採用しており、乾燥重量1 7 9キログラムという当時の 400cc クラスと変わらない軽さであった。ビッグバイクにレーサーレプリカという概念を持ち込んだ初のバイクと言われる。吉村など有名コンストラクターの手により、サーキットで大活躍をし、辻本里氏と大島幸也によって1985年から3年連続で、 全日本ロードレース選手権 TT 会1クラスチャンピオンとなった。1986年にはこのチャンピオン獲得を記念して、鑑識クラッチやシングルシートを装備した GSX-R750R と呼ばれる限定車が発売された。このモデルは販売価格が100万円を超えた初の国産オートバイである。毎年改良を受け、 1988年に初のフルモデルチェンジを受ける。前年の F1 レーサーのフレームをベースに全面改良された車体は、車重こそ増えていたもののニュートラルでキレのいいハンドリングを絶賛された。エンジンは揺れいを継承したが、レース現場での要望を受け、ショートストローク化。しかしチューニングが進むと中速域のトルク不足が問題となり、チャンピオンの座を奪われてしまう。 翌1989年、チャンピオン脱会のため GSX-R750R が再び限定発売される。このモデルは形式名から通称 RK と呼ばれ、ファンから別格扱いされることになる。エンジンも専用のものがおごられ、初代と同じロングストロークに戻された。1990年には大幅なマイナーチェンジが行われた。 エンジンは限定車 GSX-R750、R と同じボアストロークとなり、中低速域のレスポンスの向上が図られ、マフラーは4-1式のステンレスサイレンサーへと変更。足回りには倒立フロントフォークと、異形、スイングアームを装備、リアタイヤも160、170にサイズアップされ、ニュートラルなハンドリング性にさらに磨きがかかったが、 乾燥重量は 198kg と重くなった。1992年には、水冷エンジンを搭載、下押し式バルブ駆動や水冷式、オイルクーラーの採用、4から2から1排気方式のマフラー装着、等によって、最高出力は118馬力、輸出仕様に拡大、アルミダブルクレードルフレームは、先代モデルを踏襲するが、メインチューブが互角断面となり押し出し式と、 モノコック式を組み合わせた池、スイングアームが装着されて構成が向上したが、乾燥重量は 208kg となり初代モデルから 29kg も増加した。1994年には強制開閉式 TMR キャブレーターを積み、乾燥重量も 198kg と、やや軽量化された GSX-R750SP も登場したが、 ダブルクレードルフレームというやや時代遅れの車体構成 TT 階1からスーパーバイクへとレギュレーションが変更されたことの影響などからレースにおいて高い戦闘力を持つには至らず販売面でも非常に苦戦していた以下のカラーバリエーションで発売された以下のカラーバリエーションに改められた以下のカラーバリエーションで発売されたが日本国内では SP のみ販売された 以下のカラーバリエーションに改められた。1996年 GSX-R750 は完全なフルモデルチェンジを受けた。このモデルはエンジンから車体まで全面的に新設計された。128馬力を発揮するエンジンはミッションとクランク軸を別に配置し、前後長を短くされ、シリンダーとアッパークランクケースが一体化けた3、分割クランクケースを採用。 WGP500cc クラスでチャンピオンマシンとなった RGV ガンマのディメンジョンを踏襲したツインスパーフレームに積み乾燥重量も初代と同じ 179kg まで軽量化された。この1996年型以降 R750 はサーキットにおいてもプロダクションレース等で再び活躍をするようになった。1998年には デュアルバタフライ式のフューエルインジェクションを採用し135馬力は、向上した。この1998年モデルより、正規国内販売は行われなくなった。以下のカラーバリエーションで発売された。以下のカラーバリエーションに改められた。以下のカラーバリエーションで発売された。以下のカラーバリエーションに改められた。また、国内仕様の販売がこのモデルをもって、打ち切りとなった。 2000年に、スペックで141馬力 166kg と、大幅パワーアップ。2001年に、ローアキラ、2002年には、渡辺厚志のライディングにより、全日本ロードレース選手権、スーパーバイククラスのチャンピオンを獲得している。その後、スーパーバイクの排気量のレギュレーションが変更された、ことで、GSX-R750 は、レースベース車両ではなくなった。 そのため一時期はモデル廃止の噂も出た。以下のカラーバリエーションで発売された。以下のカラーバリエーションに改められた。以下のカラーバリエーションに改められた。以下のカラーバリエーションに改められた。れた2004年に GSXR600 と共に改良を受ける。それまでと違い、GSXR600 をベースとしてエンジンを拡大したものとなった。ただ、 GSX-R600 がサーキット志向のモデルであったのに対し GSX-R750 はストリートに特化したモデルになるなど差別化が図られている。エンジンはバルブがチタン製となりフリクションが低減されて148バリケー系と向上。フロントブレーキキャリパーもラジアルマウント化された。以下のカラーバリエーションで発売された。以下のカラーバリエーションに改められた。また、 発売20周年を記念したアニバーサリーモデルが発売された。2006年にフルモデルチェンジを行い、エンジン車体とも一新し、1996年型から続いてきた3分割クランクケースに別れを告げ、他社でも一般的な3軸配置となった。ボアストロークは1985年型の初期型。 GSX-R750 と同じ70、mm、7 0 m、mm、m 4 8 7トルであるが最高出力は 150PS13200rpm と 100PS1500rpm であった初期型から20年の間に実に50%もの出力向上を果たしている。この2006年型から GSX-R600 が開発のベース車両となり、 GSX-R750 は排気量をアップしバランサーシャフトを設けたバリエーションモデルという位置づけになった。本モデルは日本の騒音規制に定職するためモトマップによる日本への逆輸入は行われていない GSX-R600 は輸入された。2008年には引き続き GSX-R600 をベースにモデルチェンジ、騒音対策に マフラーが大型化され、日本での輸入販売が再開された。その影響か、交渉出力は 109.6kW と、わずかに低下している。GSX-R1000 で開発された新機能 SDMS が採用され、ユーザーの好み、道路状況に対して最適な出力特性を3段階に選ぶことができるようになった。600をベースに開発される750は、 翌2009年も生産され、カラーリングの変更を受けている。2011年にフルモデルチェンジ。GSX-R600 と同じく昭和射程統率テレスコピック式、ビッグピストンフロントフォーク、ラジアルマウントのブレンボ射程軽量モノブロック対抗、4ピストキャリパーを新たに採用。フレームやスイングアームからピストンまで多岐にわたる軽量化により、 合計 8kg の軽量化を実現。最高出力は 150pps。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。